何？いきなり贈り物とか、僕が何かした？チョコレート。ふーん、僕そういう話君にしたっけ？それともマリンたちから聞いた？そうだな、そうに決まってる。船長の個人的な情報を流すなんて、後で懲罰室で反省させなくちゃだね。バレン…あ、そういえばそういう行事があったんだっけ。カルデアは軍隊じゃないんだ。それくらい緩くてもまあ納得。カレーのように気が抜けてるけど、マンボウのようにほっとけないけど、ともあれ当分は長い航海の時ほど励みになる。ありがとうマスター。それでその手に持っている紙袋の中は、もしかして。そうか、他のシリーズへのチョコレートも用意してくれたんだね。ここで預かって僕から全員に配給してもいいんだけど、他のみんなも君から直に手渡された方がいい記念になる。いちいち全員に配って回るのは大仕事だろうけど、よろしく頼めるかい？いただきました。お菓子の性能は数値化できないので、私としてはやや感想に困るのですが、虚数空間にいる時より研究意欲が高ぶっているといえば理解していただけるかも。私ただのお料理番なのにもらっていいのかしら。うん、いいわよね。だって美味しそうなんだもの。ありがとうマスターちゃん。私好きな人からチョコレートをもらったの、これが初めて。よし、お姉さんとっても嬉しいから新メニュー増やしちゃうぞ。これはバレンタインのチョコレートですね。私の分まで用意してくださるとは、ありがとうございます。医務室を預かる身でお菓子を推奨してはナイチンゲール氏に叱られかねませんが、チョコいいですよね。
お薬も甘いに越したことはありません。お、ほう、知ってる。バレンタインってやつだろ。私は興味ないけど、せっかくの行事だし、もらってやるし、食べてやる。あれ、気管室に甘さはいらない。必要なのは塩分だけじゃなかったっけ。エンジンがつきすぎ。仕事の手を止めていいの。うるせえ。機関室だとチョコが溶けちまうから。仕方なくだ。てめえこそ持ち場を離れるな。さっさとすす掃除終わらせな。チーズ、分かってます。まったく、余計な体力使ったじゃんか。歯が溶けそうなくらい甘かったし。でもありがとう。いつも汗だくな私なのに気を使ってくれてさ。みんな、一日よく働いてくれた。本日の業務報告はこれで終了とする。だが解散にはまだ早い。例の件について会議を始める。賛成の者は挙手、反対の者は理由込みで意見を。はいはい、私はもう用意しちゃいました。もちろん僕らも準備 OK。 何にするかいろいろ悩んだけどね。おお、私もたまたま余り物があったからな。参加するぜ。いつも裸足でペタペタ歩いている私ですが、そこまで無頓着ではないので。皆さんの粗末なものに比べれば、私の一人勝ちは確定でしょうけど。いやー、ナースちゃんの目が開いた。票を取るまでもなかったということだね。ではノーチラス船員一同、いざマスターの部屋に出発。就寝時間にお邪魔するよマスター。早速だけど、これを受け取ってほしい。なぜって、何事も一番がいいからね。兵は神速をたっ飛ぶ、さ。わあ、キャプテンずるい。全員一緒に渡そうとか言っておいて。はい、僕たちはこれ。いつでも遊びに来てほしいって意味さ。なんの、私のだってすごいんだから。出来たての気持ち受け取って。はい、本命。やはりペアルックこそ至高かと。私からはこちらを。館内では忘れがちなものですから。小物に気を使う方はとても素敵だと思います。ほら、これベーカリーに甘いのに塩かけるとうまいって聞いたから。
驚くようなこと？バレンタインってこういうものでしょ？僕たち全員にチョコレートを配ったんだ。これくらいは覚悟してもらわないと。こう見えて僕はとても情が深いんだ。根底は甘えたがりのトリトンだからね。そう、隠しているつもりだったけど、まあバレてるならそれはそれで。それじゃあマスター、今日一日楽しい時間をありがとう。明日からまた戦いになるけど、今後とも良いナビゲートを頼む。